私たちの法人が特定の党と関係を持つあるいは特定の党のみを応援するという態度は取っておりません世界平和統一家庭連合旧統一協会の田中富博会長は東京都内で会見を開きました旧統一協会は選挙の際に特定の政党に投票を呼びかけているとされていますが きっぱりと否定しましたまた岸田総理が自民党員に教団との関係を断つよう指示していることについては。報道に揺れる世論に対しての気遣いもまた介入していたというふうに否定することはできないと思いますので、その点においては誠に遺憾に思っております。一方、教会に対する報道内容に対しては、 心ないメディアのフェイクニュース、暴言が、宗教的差別を助長するヘイトスピーチとして、個人の人権を傷つけ、強いては信教の自由を侵害していることを強く訴えたいと思います。一方、山上容疑者の母親が、世間におわびをしたいので、記者会見をしたいと話していることが、新たに分かりました。 山上容疑者の叔父によると、事件以降およそ1ヶ月間にわたり、叔父の家に身を寄せていましたが、今月7日に記者会見をしたいと話し、荷物をまとめて家を出て行ったということです。家を出ていく際に、叔父らに対する言葉はなく、現在は支援者と一緒にいるとみられています。会見の詳しい日程などは分かっていません。